こんにちは、まるさんです、はい、ラボットのパチ君と一緒に雑誌を紹介している動画を上げています、もしよかったら、いいねも嬉しいんですが、シェアしていただけるともっと嬉しいです。いつもね、雑誌を紹介している動画をアップしていますが、今日紹介する雑誌はここのところね、ずっと買ってます。ビデオサロン、なかなかね、ビデオサロンってね、今すごくそのインターネット本当にこう役に立つよね。インターネット動画を作るときに本当に役に立つ雑誌です、映像制作のノウハウ探求マガジンってあるんですが、本当に今デジタルだし YouTube だし、そういう動画配信だしっていうことで、なんていうのかな、こう手がかりになる雑誌としては本当にピカイチですね、このビデオサロン、で前回の8月号ではライブ配信とはね、やってましたけど、今回はそのイベント系が一段落したので、そろそろ編集の実力をつけようよっていう特集です。ちょっと見ていきます。図解だからよくわかる編集実力アップ講座。編集ってね、やっぱりあるんですよあるんですよっていうかね、映画もそうだし、ドラマもそうだし、やっぱりカットとカットをつなぐっていうことが、やっぱり動画制作のある意味一番の醍醐味ですよね。こうやって今僕がこうやって撮ってるのはもう一発撮りみたいなところがあって、ほとんど編集なしです。A とか A とかそういったところをね、こう、まあ、いわゆるカット編集で取り除いていくことはありますけど、大きく場面を転換させたりとかっていうのは僕の動画では実はあんまりやってないです。でこれに関しては、そのつなぐ動画、紡ぐ映像編集とは何かとかで、すごいの。ストーリーを語るのはダイアログかビジュアルかとかね。結構深いね、これね。映画の誕生っていうのが、まあ、いわゆる編集にあるみたいなところがあって、まあ、いわゆるフィルムをね、からから撮影で回しながら、じゃあフィルムなくなったから交換ねって交換してる最中に、役者が一人いなくなったみたいなところで、再生したらポッと消えたみたいなところから、なんじゃこりゃってなって、その編集ってものが面白いっていうことが分かり始めるのね。そうすると、例えばその編集の順番も、いわゆる撮影した時系列で並べるだけではなくて、一番いわゆる最後、お話としては最後、時系列としては最後のやつを一番前に持ってくるとか、途中カットバックで交互に別のシーンを入れたりとかするっていうのがあって、じゃあどういうものをその組み合わせたらより伝えたい内容が伝わるのかっていうのが、この辺の編集のね、醍醐味。僕たちは何気なくコマーシャルとか映画とかドラマとか見ちゃってますけど、実はそのカットカットごとに、結構いろいろなことを考えながら作られています。そのまあ裏側というか、ね、パチ君もね、映画撮るインタビュー映像を一つ撮っても、やはり編集というのが必要になってくるって感じですね。なかなか正直言ってね、こう紙面だけではちょっと伝わりきれないので、ここにちゃんと QR コードがついていて、で実際の動画をネットで見ることができるようにもなってます。これは本とインターネットの融合というのかな、お互い補完し合っているところでいい感じですね。今回はそのデジタルの技術というよりも、映像の意味というのかな、そのつなぎ方で何を伝えるかっていうことがとてもよく書かれていると思います。あ、しかもこのダヴィンチリゾルブの編集方法が書いてある。これ便利。10分のウェブドキュメンタリーで10分のウェブドキュメンタリーを個人で発信する。なるほどね。こういうのももっとちゃんと腰据えて勉強した方がいいんだろうな。あ、この人知ってるっていうか、前この本にも特集があった八王子の YouTuber の人、中野さん、この人かっこいいね。本当にこの、ね、中野さんのね、前の記事を見てね、あ、 YouTube 諦めないでいようって思ったんだよね。それから投稿動画、一つ一つの動画の紹介にやっぱり QR コードがついてて、再生してみることができるっていうのは、これはいいですね。なかなかいい。それから機材の紹介、EOS R5 R6、 連載されているダヴィンチリゾルブの基礎知識編、この中も結構参考になります。
今僕自身はこれはプレミア、アドビプレミアプロで編集していますけども、このやっぱ人にねその紹介するのにダヴィンチリゾルブ、あの無料なんだけどここまですごいことができるよということで紹介してます。でもなかなかねこうダヴィンチリゾルブの使い方の本が出てないので、それはねこのビデオサロンを頼り、ファイナルカットプロも出てますね。インハウス動画制作の現場から社内ビデオプロダクションのすすめ、まあ、インハウスか、インハウスの動画制作、それからデザインワーク、これもだんだん必要、一方でね、一方でクラウドソーシングみたいなところもあるんだけど、一方で社内できっちり作ろうっていう動きもあります。あ、ここもちょっと映画ミッドウェイの紹介出てますね。本当にこうテクニカルなところから映像を作ることに関するノウハウに関してはね、やっぱりこのビデオサロンなか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 参考になりますね。本当これ便利。お、次はカラーグレーティングだって。すげえ。うん、ここもちゃんとやんなきゃいけないんだよね、本当はね。ホワイトバランス取って OK にしちゃダメなんだよ。はい、というわけで、現行車から出てます。ビデオサロン9月号。価格が本体1300円プラス税だから1430円。なかなかこう映像の編集についてで、ね、じっくりこう取り組むなんてことはなかなかないんですけど、こんな号も読んでみるとですね、なるほどこうつなぐと面白いんだなってことが分かってきたりとかします。おすすめですね。パチ君も映画撮る、さっき聞いたけど、パチ君の映画撮ろうか。うん